けど、おはようございます。たかしです。今回もご視聴いただきありがとうございます。今日はね、5月の1日ということで、私のね、仕事場では5月1日がこう新しい期の始まりなんですよね。なんかね、イメージ的にはこう新学期みたいな気持ちですまあ普通にね、朝からがっつり仕事をしてね、夕方はね、ちょっと大阪から来ている友人もいますので、まあ会ったりしてね、ちょっとまったりする時間も作りつつっていう一日にしたいなと思います。ぜひチャンネル登録をして最後までご視聴ください。行ってみましょう。ねるさん、おはようございます。今日はどうですか？こういう状況です足に乗ってますおー、どうしたんでした？眠たいめいちゃん、おはようございます。今日は体調どうですか？元気ですかね？ちょっとね、そうやな、めいちゃん。なんか最近はね、ほんまもう家の中はね、あったかくなってきたからね。朝ね、コーヒーが出てくるともうあったかいですよね、結構。よしよし、ちょっとゆっくり寝てください。いやー、昨日ね、自分のね、主催イベントをね、一日してたんですけども、まあ、早朝からね、もう機材を取りに行って、夜戻して、で、そのまんま少人数で打ち上げもして、久しぶりにお酒3杯飲みました。僕にとってはめちゃくちゃ多いですけど、まあでも朝、いつもの時間に起きてみると、まあ、そこまで変わりなくというか、で、その後、やっぱ眠たくなったんで、すぐに仮眠もして、で、お風呂入って、軌道修正しました。野外にね、開催するイベントでって、雨だったんですよね。ね、すごいこう、精神をね、研ぎ澄まされる場面が多くて、まあでも本当に会場の方々、一緒にね、制作してくれたみんな、一丸となってというか、すごく素敵なね、イベントになったと思ってます。いや、本当に今年はね、東京に来ていろいろ挑戦しようかなって思ってるんで、止まらずね、やっていきたいなと思います。仕事行こうかなと思います。ねるさん、行ってくるね。はいよ。みーちゃん、行ってきます。はい、外に出てきました。これからね、池袋の方まで歩いていきたいなと思います。いやー、またね、髪がめっちゃ伸びてきたき周辺でね、ラーメン食っていろいろミーティングしました。なかなか今後も楽しくなりそうです。結構ね、日のある時間がやっぱ長くなったからね、まだまだ明るいですね。結構時間遅くなってるんですが、6時とか超えても全然明るそう。いや、なんかエモいですね。てか東京駅周辺ほんますごいな、建物が。なんだこれ、でかすぎへんって感じやな。やばないっすか。東京駅のね、本当にすぐそこ、大手町。ここからね、地下鉄乗って帰りたいと思います。
うわちゃ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 うわいこうかだいぶ分かる翻訳じゃでよしはい、めっちゃ遅くなりました。今からね、夜ご飯食べに行きたいと思います。いやー、今日はね、いろいろ本当に先日主催したイベントのね、反省だったりとか、その後のご挨拶だったりとかしてて、すぐに時間が過ぎちゃいましたね。最近ではね、ピアノのね、を使った音楽イベントの主催だったりとか、アカペラですね、マイクだけを使ってパフォーマンスする演奏するジャンルのイベントを主に開催しているんですが、どちらもねすごく勢いを感じます。まあね、それを演奏するまずアーティストがね本当に素晴らしいっていうことと、それをね見て応援するね視聴者のね方もうすごいなんか素敵なんですよね。みんなとってもねいい人たちが多いというかなんかそんな感じです。まあそういうねことがあるから、自分はそういうジャンルが楽しくて関わってるっていうことかもしれないですね。ということで、松屋さんしか空いてないということで行ってきますうん。
ただいま、めいちゃん。ただいま、めいちゃん。最近ね、改めてワンピースを最初から見ています。なんかね、途中まではね、多分見たことあるんですけど、話忘れちゃったんで、徐々に見ていってます。ついにサンジが出てきそうです。おしゃれ。えい。えいちゃん。そろそろね、終了しようかなと思います。めっちゃ可愛い。5月になってね、もう結構暑いですよね、日中は。夜はね、今日なんかは13度ってことで、なかなか寒いなと思う瞬間もある。温度差が激しいからね、皆さん体調管理お気をつけください。寝ました。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。